坂井家継は戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。徳川氏の家臣。坂井助右衛門の城下第六代当主。坂井忠司の長男として生まれる。母は徳川家康のおば薄い姫であり、家継は家康の重邸にあたる。幼少より家康の家臣として使え、天正三年の長篠の戦いに従軍。同十六年、父。 中治の隠居に伴って、家督を継ぎ、三河吉田城主となった。翌年中五位した宮内大輔に助任された。天正18年の小田原征伐後、関東に違放された家康からは、下佐国雨水に3万7千国を与えられている。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠に従って、中仙道を降軍したため、本戦には間に合わず、参加していない。 慶長9年に上野国高崎五万国に違法されている。慶長19年の大阪冬の陣では、大阪城の東側の黒門口を持ち場として戦ったが、大阪城の固い守りに阻まれて墓場か,かしい武功を挙げることはできなかった。大阪夏の陣では激戦となった天皇寺、岡山の戦いにおいて、天皇寺口第三陣の大将を任されている。しかし、 豊臣軍の猛攻により、天皇寺口の味方は散々に崩され、家継も敗走している。これに関連したのか戦後に家康より建籍があったが、うるう6月に許されている。元那2年に越後高田藩十万国に違法された。その2年後の元那4年に死去した。家督は長男の忠勝が継いでいる。ありがとうございます。